どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました。毎週月曜日配信の ABTV ネットワークラジオ MC の来週の水曜日父親の誕生日です。おー、今週でございますね。今更何かをプレゼントするのも少し照れくさいですが、何かをプレゼントしたいと思っています。おい、どのような気持ちで何をプレゼントするのがいいですか？ぜひ教えてください。はい、はい、はい。どんだけ幸せな親父さんや。あ？私、父親ではないですけれど、父親の気持ちになって考えると、何でもいいです。はい。何でも嬉しいです。ええ。ああ。手紙とかいいんじゃないかな？最高だよね、手紙とかプレゼントされたら。え、やばいよね。涙腺やばいよ。猫犬ダサネコです。さて、このラジオでは視聴者の皆様から寄せられたお悩みを私、猫犬ダサネヒコがにゃんわりと解決しちゃいます。それでは早速、今週のお悩みを紹介しましょう。彼女がいるんですが、僕の一目惚れでした。しかし周りの人がその人のことを可愛いと思っているか自信がありません。むしろ可愛くないと思っている人もいるそうです。どうしたら彼女に自信が持てるでしょう。自分勝手のはわかりますけど本音です。おい、ちょっと待ってこれ。いいよな。いいよな。今回ばかりはブチギレちゃっていいよな。猫さんブチギレちゃっていいよな。いいか。俺が優しい猫だと思ったら大間違いだぞ。いいか、よーく聞け。メモっとけ。彼女はお前の飾りじゃねえんだよ。なあ。本音でもそんなこと言うな。もしその考えは今後ずっと続くようであれば別れろ。そんな安い愛だったら別れちまえ。なあ、どうだ、悔しいだろ。悔しくなかったらおかしいぞ。今私にこんなこと言われて悔しい思いをしているんだったら、君は彼女のことを本当に愛していることになる。ね？君はまだ恋に恋をしているだけだ。本当に彼女のことを愛してない。なんで私がここまで言えるか。え？それは私が君と同じ経験をしてるからだよ。当時私がお付き合いしていた女性との写真をある人が見てこう言ったんですよ。へえ、こういうタイプ、なんか、サネヒコくんでもっと理想高いのかと思った。いやいやいや、オタクは俺の彼女のこと何も知んねえじゃん。俺が好きになって告ったんだからそれでいいんだよ。ね？彼女の良さを一番知ってるのは自分自身だ。周りの奴のたわごとなんて関係ない。ね、それでは今週はこの辺で、な、もう一回考え直せ。今の君の気持ちのままで彼女と付き合っている罪の重さを自覚しなさい。いいかい？もう一回言っとこうか？もういいよな？もうわかってるよな？はい。それでは今週はこの辺で、See you next! にゃん。